さんこんにちは、森谷ドラムスクール姫路校の早川真奈です。で今回は半期規定を鍛えるための練習ポイントについてお伝えしていきたいと思います。で私自身はご飯食べるのは右で字を書くのは左みたいな感じで半々ぐらいに左右それぞれちょっと利き手がありまして、でそのドラムでもアクセントは左がちょっとやりにくいなとか、あとダブルストロークは右がちょっとしにくいなっていう左右それぞれでちょっとお悩みがあったりします。半期規定を鍛えるための練習ポイントとかあと練習法について今回は4つお伝えしていきたいなと思います。でまず1つ目が鏡を見ながら練習したりとか、あと叩いてる姿を動画で撮影するっていうことなんですけど、これはこの自分から見てる目線とまた違って別の角度から自分の叩いてる姿を見ることができるので、これは結構フォームの改善につなぎやすいんじゃないかなと思います。で2つ目が両手同時に叩くっていうことなんですけど、でこれは両手同時に動かすと、半利き手を動かすイメージが結構しやすいと思います。例えば手拍子をするとき、両手で手拍子をすると結構この左右対称の動きができるのに対して、片手だけで手拍子の動きをするとこの両手でするときと比べて動きが少しぎこちなくなると思います。両手を同時に動かすことによって、お手本となるどちらかのこの利き手の動作と似た動きをしやすくなるので、まずは両手で同時に叩く練習がおすすめです。で練習するときにスネアの上で練習をするとスネアの打面が結構波打ってしまって叩きにくいので、練習するときは練習パッドで練習するのがおすすめです。具体的な練習はアクセント練習、このタカ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 の片手の動きを両手でこう叩いてみたりとか、あとチェンジアップ、この四分から八分、三連とか十六を両手で叩いてみたり、ダブルストローク基礎練習も両手同時に叩いてみたりとか、あとこのアップダウンのこの動きも両手でやったりすると、両手でこの速い連打するときにも活かせやすいと思います。3つ目が片手ずつ練習や半期切ってスタートなんですけど、例えばアクセント練習、この普段右からタカタカアクセントしてたら左から始めたりとか、このチェンジアップもいつもこう右から始めてたのを左から始めたり、あと基本音符のタンタカ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 とかタカタンタカタタタタタタタでウタタタウタタタなどの手順を全部逆にして左からスタート。スタートしたりとか、あと片手でタンタ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 ンタタンなど、半期規定スタートとか片手ずつ練習するのも効果的だと思います。4つ目が両手同時に叩いた後片手交互にする練習なんですけど、例えばシングルストロークの速い連打の場合、両手で叩いた後に次は右からとか左からっていう感じで両手同時に叩いた後片手交互に叩く練習も半期規定が切手と左右対称に動かしやすくなるんじゃないかなと思います。でこの練習は手だけじゃなくて足の練習にも非常に効果的だと思うので、ぜひこういった練習もしてみてください。はい、それでは次回の動画もお楽しみにしててください。ありがとうございました。